その長野味方を見つけていいボール蹴りますよね。相手のディフェンスを引きつけて、はい、楽な形で三笘にプレーをさせるという伊藤弘樹のプレーです。26番の伊藤弘樹、今上田綺世が走り出しましたが、三笘に開いてもう一度伊藤弘樹、中上田綺世、ペナルティーアークのあたり、三笘クロスボール、日本勝ち越し、堂安。一つ前にも、ね、同じようなシーンありましたけども、まあ、シュートというかセンターリングというか、まあ、シュータリングというんですかね、まあ、そういうボールを蹴ることによって選手が中に入っていってそのまま入りましたもんね。2対1、日本が勝ち越し。アディショナルタイムの中で堂安が決めました。この三笘のかもしれません、触ってないんでね、三笘のボールかもしれないですけど、まあ、そこで上田とね、上田と堂安が入ったことによってゴールキーパーの反応が遅れますからね、まあ、この動きがあるからですよね、ゴールが生まれるのは。三笘ですね、堂安も飛び込んでいましたが、三笘の